ベランダで何やら怪しい動きをする真っ黒なカラス。洗濯物を落としてこの後ハンガーを盗みました。視聴者が一昨年3月頃撮影した映像です。ハンガーが奪われた後、床には洗濯物が散乱していました。こうしたカラスによる迷惑行為が原因の騒ぎが今朝起きました。通勤通学の利用者がピークを迎えた JR 可部線の緑井駅です。駅舎が停電して電光掲示板の表示も消えているほか、改札も使えなくなっています。いつもは自転車なんですけど、たまたま雨なんで、電車の遅れとかはあっても、確かに駅停電してるのは初めてかも。いいことじゃなくて切符で行こうかなと思ったんですけど、切符買えないんでちょっとどうしようかな。中国電力によりますと、午前6時過ぎから広島市安佐南区の緑地区で停電が発生。最大で2480戸に影響があり、ほとんどはすぐ復旧しましたが、長いところではおよそ2時間半停電が続きました。原因はカラスの巣が電線に接触したこと。よく見ると今回の巣にもハンガーらしきものが混ざっているのが確認できます。安佐動物公園の飼育担当竹内照明さんによりますと、理由は不明ですが、カラスは巣を作るのに他の鳥は使わない針金ハンガーを好むといいます。中国電力によりますと、今はカラスの繁殖の時期にあたるため、巣の接触による停電が発生しやすいということです。暗くなった緑駅で困ってた皆さんも、まさか原因がカラスの巣とは思ってなかったでしょうね。ちょっと意外ですよね。でも確かに通勤通学の時間帯でもありましたし、影響は大きかったですね。そうなんですね。卵、それからヒナを守るために人間を威嚇することがあるということなんで、巣を磨けても近づかないようにしてほしいということなんですけれども、まあ、カラスの生態の研究は続いているんですが、なかなかですね、カラスを対処することが難しいようで、まあ、そのあたりも含めまして、明日の今知りでも詳しくお伝えします。